はい、皆さんこんにちは。今日はね、以前リクエスト動画があった浅間さんライン、まあ、ここ右曲がると浅間さんライン県道80号線になるんですけれども、撮っていこうかなということで行ってきます。そんなわけで、ここをね、今国道18号線なんですけど、群馬の方から長野方面に向かってきて、ちょうどここ曲がるとサマーサンラインスタートになります。今日はね、あいにくの曇りであれなんですけど、上の方に正面に見えるのはサマーさん、浅間山、浅間さん、ちょっと言い方わかんないんですけど、普段だとね、結構綺麗に見えたりするんですけど、今日はあいにくの曇り、夜から雨ということで、どんよりしておりますが、この辺はね、だいぶ気温も低くて、今ね、お昼の1時なんですけど、ちょうど気温が9度。寒くなりましたね。紅葉も若干ですけど、この辺は色ついてるかなと思います。浅間さんライン非常に道が悪いので、道が凸凹なのとアップダウンが結構激しい道になってますが、信号が少ないので18号線通るよりはきっと早いんじゃないかなと。18号線とほぼほぼ並走しているようなで、18号線が山の下の道路という言い方をするのであれば、浅間さんラインは 上側山のふもとを走るような感じなのかな。昔に1回だけ18号線走ったことあるんですけど、やっぱり信号が多くて、はね、こっちを基本的には走ってますね。まあ、ドライバーによっては凸凹が嫌だとかっていう人は18号走る人も結構いたりするんですけど、まあ、その辺は好き嫌いなのかなって感じですね。ちなみに今日はあれですね、東武湯の丸インターまでになります。とはね、もうちょっと先でまた18号にぶつかるまで浅間山ラインあるんですけど、東武湯の丸から奥ですね、高速までの間って結構一車線で渋滞するので、僕は割と、高速でカットしちゃうことが多いです。うん、紅葉はまだまだ緑色ですね、この辺とかも。なんか雨がぱらついてきた。
今日は、関東帰りで鉄筋を積んでおりまして、埼玉の方で住み込みをしてきたんですが、すごく昔に、行ったことがある工場で、行った瞬間に景色を見て思い出したんですが、3、4年前ぐらいだと思うんですけど、真夏の40度ある時に、なんだろう、なんか絨毯みたいなやつをね、前から後ろまでびっちり手摘み、手で摘まされた思い出があって、見た瞬間ああって思ってたんですけど、今日はなぜか鉄筋だったので、リフトで30分ぐらいで終わったのでラッキーって感じですね。人間って面白いもので、そういう嫌な荷物とか面倒くさい荷物当たると鮮明に思い出すもので、いい、その場所に行くと。雨がパラパラとめちゃくちゃ曇ってるんでね、そうね、本当はね、今日この荷物を積んで富山の、なんだったかな、なんとかダムっていう現場が書いてあって、ダムの現場っていい思い出がなくて、ああまた嫌だなあなんて思いながら思ってたんですけど、持っていくところの住所を見ると、の鉄筋屋さんに納品みたいで、なんかこう1台はそのダムに持っていく、2台で行くんですけど、1台はダムの現場に持っていくらしいんですけど、僕が積んでる分は現場に置く場所がないということで、鉄筋屋さんに持っていく風になったみたいで、あ、よかったと思いながら、やっぱりね、山の中はいい思い出がないので、よかったなと思いながら、北陸へ帰っている次第でございます。おそらくリスナーさん的にはそういうとこに行ったところの動画を見たい人もいるとは思いますけれども、今回はそういう動画はない感じです。動画撮りたいから現場行かせてくださいっていうほどド M でもないんでねまあまたそういう現場系はまたね、どっかあると思うんで、それまでお待ちください。まあそんなことを言ってる間にこんな感じですね。浅間さんラインはこの辺からね、ちょっと下りアップダウンが激しく、カーブがあったりだとか、
ね、あと何が有名なんだろう。りんご園がある。りんご、ブルーベリー、釣り堀、バーベキューとかね、すごい組み合わせですね、あの農園。あとね、8キロぐらいですね。ただここの道は結構、今はあれですけど、なんだろう、畑の何の野菜かはわかんないですけど、そういう収穫の季節とか、耕す季節になるとね、結構ここの道、トラクターとか走ってたりするんで、ネギとかあるのかな？メインでここで何を育ててるのかはちょっとわかんないんですけど、まあ、時期によっては、農作業の機械が結構走ってたりしますね。とかも下ってで、カーブして登るみたいな、こういう感じのところが嫌いな人は多いかもしれないです。カメラだと分かりづらいのかなと思うんですけど。この辺はね、道がだいぶ、直ってですね、走りやすくなってます。ところどころ、こう、改修工事というか、はやってくれてるんで。昔よりは、まだボコボコは減ったのかなっていう感じはしますけれども。ここなんかもうね、なんかジェットコースターみたいじゃないですか。こう一気に下って登るみたいな。ジェットコースター的な道もあったりしますね。楽しいかどうかは分かりませんが、たまにね、この先の、ローソンのある信号ですね、左曲がって小諸から高速乗ることもあるんですけど、左曲がるとね、だいぶ下っていくんです。高台から下っていくんですけど、夜とかはね、小諸の町っていうのかな、夜景が綺麗に見えます。
どうしよう、止まれるかな。よいしょ。よかった、止まれた。このソフトクリーム屋さん、ジェラートアイスあ、結構休みの日とか人が並んでたりするんで美味しいのかもしれないですね。この先にある道の駅は雷電くるみの里、名前がかっこいい。農業終わっちゃったのかね、さすがに冬前だから。この辺来ると道が止まれるか。ここね、若干こう急に信号変わったりするので、止まれた。意外と鉄筋と重たいので急に変わると大変だったりしますけれども、止まれてよかった。ちょっとオーバーしちゃったけど、タイヤ1本分ぐらい。停止線で止まりたいところでしたが、ちょっと超えちゃいました。何が有名なんだろうな、くるみ、ぶどうとか、なんかフルーツがやっぱり有名なのかな。左に並走しているのが上信越道です。上信越道、いや違うな、長野道、どっちだったかな、上信越道ですね。王様の餃子ってね、ちょっとこれちょっと気になってたりするんですけど、まあ、トラックで行けないんでね、名前が美味しそうだなと思って、割と最近な気がします、あの看板できたの。1年2年ぐらいの記憶があるんですけど、
わ、めっちゃリンゴなってる。リンゴとなんかいろんな果物なってたな。176円、恐ろしい値段になっておりますね。長野県みね、朝埼玉にいたんですけど、埼玉はね161円ぐらいでしたね。なかなかこう地域によって15円も違うとすごい違うなと思いますね。県道79号線に変わってるな、いつの間にか。どっから変わったんだろう。およそ300メートル先、経由地一軒です。そんなわけで今日はね、浅間山ラインを走ってみました。ちょうどね、ここの宇佐美がある信号を僕は右折して上信越道に、その先右方向で乗って高速まで行くので、動画はここまでとなります。右行けるかな。まもなく東武湯の丸インターチェンジ南を右方向です。その先高速道路入り口です。そんなわけで皆さん、今日はリクエスト動画のサマサンラインを撮れる時間があったので撮ってみました。次の動画はね、どこ走るか決めてませんが、楽しみにお待ちいただければと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。モガでした。バイバイ。